第1セットを始めていきたいと思います。それでは参りましょう。お、変えてきましたね。波動ファイト。まずはステップアップ、両サイドに 4-3-2-1 を置いて、真ん中練習手がイジス3号、まずは愛花選手が1点を取っていく、はい、集めが前ですね。さあラレップドット CH は 4-3-2-1、そして 3-2-4-1 でチャージャーを置いて、ニール選手がイジス3号のタンクといった形となっております。チャージアタック構成ですね。さあまずは1-1、やっぱりね、ニール選手をシールドに置いて変えてきましたね。1壁という形に変えてきました。ここからの磯選手と有権者の前衛対決が結構大事になってきますね。さあそして残り時間は40秒、はい、エナ選手とニール選手でシールドを割って、はい、磯選手の 4-3-2-1 で刺していきたい。ここからそうですね、やっぱラレップの、ラレップが2人羽が1枚なので、はい、後半3人になりましたね。全員3人になった。やっていきたい。惜しい。あって取りましたね。すごい。大きいです。粘りました。ステップアップ、まだまだここから追い上げられます。いやそうですね。で選手壁残してしまっている。さあここで取り返す結城選手。さあ2連続で得点。最後の1点取り切れるか、ラレップドットCH追いつくか。愛花選手も点数を取って試合終了。4-2。まずは第1セットステップアップの勝利です。ありがとうございます。それでは参りましょう。なるほど。さあ、はい、参ります。波動ファイ ト, ファイト。ステップアップはステータス変わりません。両サイド愛花選手、結城選手が 4-3-2-1、 真ん中蓮選手 1-1-3-5、 ラレップドット CH 一番奥夢選手 5-3-1-1、 真ん中ニール選手 1-1-3-5、 手前イースト選手 3-2-4-1 といったステータスです。選手まずは2連続で得点、3連続そうですね、壁2枚使ってのこの3連続得点、大きいですね。ここでうまくね、はい、取り返していきたいですね。そうですね、ちょっと全員で球を合わせていきたいところではあります。さあただラレプトと CH、はい、まだシールド一番有利ですので、そうですね、しっかり前に1番有利を使って展開していきたい。さあこれ点で大きいです。ダイスト選手のトレガー取り返す。選手うまいですね。冷静ですね。冷静ですね。結城選手冷静に対処していったんですけれども、はい、残り時間は20秒。さあ2点差。冷静ちゃんと粘ってますね。この壁さん、さあステップアップ結城選手、まだいけますね。見えてますね。見えてますね。全体的に本当お互いクロスをケアし合えてるんで、この3点まだ返せます。さあどうなるか。試合終了。6-3ステップアップの勝利です。